アズワンネットワーク、鈴鹿コミュニティは、三重県鈴鹿市の市街地を活動の拠点とする地域コミュニティ。アズワン、鈴鹿コミュニティの社会システムズアズワン、アズワンとは、一つの世界を意味している。アズワンネットワークは、すべてが調和する、争いのない幸せな世界を、夢物語に終わらせないで、この世に実現することを目的としている。アズワン、 鈴鹿コミュニティは鈴鹿モデルとして2001年から始まったアソネイコール一つの世界を実現する試みである。研究と試験を積み重ねながら誰もが本心で生きられる社会を実現しようとしている。人としての成長をサポートするサイエンズスクール、人と社会を科学するサイエンズ研究所。この二つがコミュニティ活動のベースを成しているという点がアズワン。 鈴鹿コミュニティの特色の一つである。2018年の時点でコミュニティ人口は200人から250人と言われている。規約や制約がなく、住人やメンバーの規定もなく、義務や責任もない。おおむね数百メートル内の歩いて往来できる範囲に暮らしている人が多いが、中には数キロ離れたところに住みながらコミュニティとしての活動を共にしているメンバーもいる。 よって、地域的に言えば、どこから、どこまでが、アズワン、鈴鹿コミュニティであるという境界がない。誰が、コミュニティのメンバーかという明確な規定もない。様々なコミュニティビジネスや、各種の市民活動が、それぞれ自発的に展開され、関連し合って、一つのコミュニティを形成している。新しい社会のあり方を模索しながら、社会機構、社会運営、生活様式、 経済システムや産業活動から人間関係諸問題に至るまで研究と試験を重ねながら活動している。2015年11月30日からパリで開催された国連気候変動枠組み条約会議でグローバルエコビレッジネットワークが選ぶ低炭素社会実現に向けた世界60カ所のエコビレッジの一つとしてアズワン鈴鹿コミュニティが選ばれた。アズワン 鈴鹿コミュニティのセンター的役割をなすアズワン、鈴鹿コミュニティステーションやコミュニティハブ、そしてコミュニティ活動の一環としてある財団法人、社団法人、NPO 法人などは主に鈴鹿市やこそ町14-28、鈴鹿カルチャーステーション内に事務所を置いている。鈴鹿カルチャーステーションコミュニティスペースジョイ、ありがとうございます。